はい、高級支援義務さん、育児に関していろいろとアドバイスありがとうございます。非常に役に立つ情報が満載ということで、このことをやっぱりお話した方がいいんじゃないかなと思いますね。男性の立場から育児に関して話すっていうことは、その男性の育児をもうイクメンとかよりもね、イクメンみたいなトレンドみたいなもんじゃなくて、もっともっと促進すると思うんですよ。例えば自分がね、育児にこれを関われなくて後悔している、これから育児をする人はここを気をつけていこうっていうのは、すごくこれから育児に向かわれるね、私もそうですけども、ものすごくね役に立つことだと思うんですけども、大体育児っていろんなことを調べてみると、お母さんが子供にやるものばかり出るんですよ。だからそうではなくてですね、男性が奥さんと共に子供に対してするんだったら、どういったことができるのかなっていうね、今の高級試合キーモさんのその5つのポイントなんていうのはものすごく良かったと思います。さあ、アレルギーの問題もやっぱりね、早期で気づかないといけないと思いますんで、やっぱりこう一緒にもう産前からですね、もう病院に一緒に行く、難しいと思いますけども、一緒に行って担当医の方としっかりと打ち合わせをしておくとか、そして、自分でね、いろいろと検索して、不確かな情報を信じるんではなくて、それはあくまでも無責任な意見がいっぱいね、ネットにはありますんで、それから書籍もいろんな説がありますから、いろんな話はあるんだけども、自分の子供については、自分の家庭については何が合致してるのかなっていうふうな、そうですね、選択力もいるのかなと思いますよね。それから奥さんの体質が変わるってこともありますけども、当然、体質も変わりますし、精神的なものも変わっていくと思います。ただこれは内側から変わるものもあれば、やっぱり外側のケアがないからより変わりやすいってこともあるのかもしれないですよね。例えば出産前と出産後っていうのは当然ですけども、体力的にも、それからね、心理的にも不安になったりとか弱気になったりとかするものですから、やっぱりね、花束の一つでもね、分かんないですけども、プレゼントするとかね、それから一緒に過ごす時間をやっぱり持っていくとか、一緒に何かを取り組んでいるって意識を持っていただくとか、なんかね、ねぎらいの言葉をかけるとか、ケーキの一つでもプレゼントするとか、なんかね、デートに誘うような、と言ったらちょっと変な言い方になりますけども、男性が女性にするプレゼントとか、ケアっていうものをね、夫婦の間で寂しいじゃない、恥ずかしいかもしれませんけども、こういう時にやっていかないと、なんか自分ばっかり、出産と育児の負担がかかってるっていう風に思わせちゃうところに、精神的なちょっとね、バランスを壊したりとか、ともすれば旦那さんが当てにならないとか思われたりするとかね、もう実際に妊娠出産から数ヶ月、何ヶ月か忘れましたけど、4、5ヶ月目までがかなりね、夫婦の間が悪くなるというデータもあるそうなんですけども、ちょっとね、裏付けは取れてないんで分かりませんけども、確かにそういうところあるのかなと思ったりしますね。そういうのも込みで、今高級シェアキムさんが言われたことっていうのは非常に参考になるなと思いました。それで体質のことなんですけども、当然男性も変わりますし女性も変わりますんで、子育てを考え始めた時ぐらいから、もう何年かをかけてね、やっぱりライフスタイルとかライフサイクルとか、それから体力ですよね、体力をどのように作っていくか、食品をどのように選んでいくか、余暇をどのように過ごしていくかっていうことをよくよく話し合っていかないといけないのかなと思いますよね。そして私は、ね、個人的に思うんですけども、妊娠期間中とかっていうのは、できればですね、金に糸目をつけずに安心安全なものにこだわっていくっていうのはありかと思うんですよ。やっぱりこう格安弁当もね、悪くはないと思いますけども、妊娠期間中だけはちょっと数を減らすとかね、出来合いのものではなくて、きちんと素材から作っていくものとか、生産者が分かるような野菜とかね、畜産とかを扱っていくとかってすると、なんかね、その精神的にも安心に食べれるのかなと思うんですけど、この辺はどうかな、ちょっと分かりません、ちょっと勝手なことですいませんけどね。小児科の件っていうのはすごくいいですね。やっぱり複数持っておくっていうのはいいですね。夜間救急も目星をつけておくっていうのは、何もない時からあそこにしようっていうふうに、いざという時はあそこにしようって考えておくのはとても素晴らしいことだと思います。そして魔の2歳児っていう問題なんですけども、これはね、なんかのデータがあったんですけども、人間っていうのは4足歩行から2足歩行になった時に、産道っていうのがね、すごくちっちゃくなっちゃったんですよ。で、ちっちゃくなったら何が起きるかっていうと、本当は母体の中で脳を十分成熟させた状態で出てくるのがベストなんですよ。
脳が成熟した状態で出産を迎えるのがベストなんですけども、人間に関しましては産道がちっちゃくなっちゃったんで、それができなくなっちゃったんですよね。だから人間は脳が本来だったら 1600g ぐらいまで発達しないといけないところを 400g しか発達しない状態で、出産を迎えるようにプログラムされてるわけなんですよね。で 400g で出産した後にそれは1600に向けて急速に進化するわけなんですよ。で急速に進化する中で本能と理性ってものがぶつかり合うところが2歳だというふうな、ね、研究データが出てるんですよ。そこの時に何が起きるかっていうと、本能を制御できずに自分の思い通りにしたいっていう気持ちが、いわゆるイヤイヤ病っていうものになってくるんですよね。そうすると周りの大人たちとか、それから社会っていうのはね、その2歳の子供に対していろんなね、メッセージを送ったりとかしつけをしようとするんですけども、いちいち本能のままに反抗するんで、結構厄介だなと思うことが多いと思いますけども、それはでも当然起きうることだから慌てずに対処すればいいよっていうふうなことだったと思うんですけどね、イヤイヤ病っていうふうな名前だと思います。魔の2歳児っていうのはね、イヤイヤ病だったと思うんですけども、ちょっとうろ覚えですみませんけど、それは当然起きうることなんで、これが来たら、あ、進化成長してるんだなって喜ぶべきことだっていうふうに私はねちょっと解釈してるんですよ。でイヤイヤ病が来た時に、魔の2歳児が来た時に面倒くさがって攻撃的になって、もしくは距離を置いてしまうと、それは一生に傷を残すようなことになってしまうとかね、親子の不信感にもつながるっていうふうに考える人もいるんだろうなと。すみません、この辺に関しましては私もあんまり自信がありませんので、研究をねこれからも私なりに進めていこうかと思います。今回本当にすごく素晴らしいメッセージありがとうございました。